ろしくお願いします。早く終わってください。みなさんこんにちは、アローズスクリーンのシーサです。トミーです。さあというわけでトミーさん、こちらの番組もいよいよ再始動ということでね、はい、再開させていただきましたけれども、今日はですね、はい、兵庫県姫路市にございます貴重なアボシ店さん初めてやってまいりました。そしてちょっと気になることがあるんですけれども、なんかいつもと衣装が違うというかスーツじゃないですね。今日は今日はちょっとね、初心貫徹ということで、初心貫徹、初心に変える気持ちをちょっと、もたいて。なるほど、ってことはポールスタッフさんのユニフォームってことですかね。はい、はい、今ちょっときちんとカメラに収められてると思いますけれども、初心貫徹という言葉が出ました。これはですね、初心の志をこう忘れずにね、ずっと貫くという意味なんですけれども、ってことは、はい、ポールスタッフから出直すと、出直すということですね。はい、それぐらいの気持ちで。さあ、というわけで今回の実践なんですけれども、はい、まあ最近の実践はこうお互い並びで同じ機種を打って出玉勝負なんていうのをやってたんですけれども、はい、まあ、今回はですね、ちょっと5号機と6号機に分かれて出玉対決してみようみたいな感じになっております、はい、まあどっちがどっちを選ぶかっていうのはもう公平にじゃんけんで決めたいと思います。よろしいですか。負ける気がしないです。え、じゃあちなみに僕は5号機打ちたいんですけど。ああ、そうです。じゃあ私も5号機打ちたいですけど。じゃあじゃんけんしましょう。はい、いいですか。最初は、最初はグーでお願いします、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。ここはやっぱちょっとね、男らしくね、はい、あ、さすが、さすがですね。ここでお願いします。5号機、はい、凱旋でお願いします。わかりました。じゃあ6号機か。初めて収録するお店なんで、はい、ちょっと僕はじゃあ6号機なんですけど、はい、1回店内入ってからちょっと機種の、あ、そうですね、選んでいただくということで。凱旋なんです。凱旋です。じゃあ凱旋に対抗できるような機種、まあ、比べるもんじゃないですけどね。はい、というわけで今回はですね、ミリオンゴッド神々の凱旋対6号機の何かで、出玉対決していきたいと思います。そして前回までのおさらいなんですけど、このトミーさんと私シーサーとのバトルは、はい、今回を含めて残り2回となっております、はい、で前回のバトルからラスト3回で先に2勝した方が勝ちっていうものをやってて、前回トミーさんが勝ってるんですね、はい、なので今回の実戦と次回の実戦、僕が連勝しないとトミーさんに勝てないという状況なんですが、僕がトミーさんに負けた場合はですね、トミーさんが指定するお店でなんとゴッド引くまで帰れませんの生放送をやります。よいしょ。こちらのチャンネルで。よいしょ。その代わり、はい、僕がもし勝った場合は、はい、僕が希望する店舗さんでゴッド引くまで帰れませんの生放送をやります。なるほど。さらに、はい、僕九州から来ますので、その時の交通費をご負担していただきたいと思います。まあ負けませんので、バッチリ受けましょう。負けませんから。正直今日僕負けたら終わりですから、ね、そうです、はい、という感じで早速今回のバトルも店内に入って進めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあ、というわけで今回は6号機対5号機ということで、私審査は6号機の中からオスサラリーマン番長2を選びました。そしてトミーさんの方がミリオンゴッド神々の凱旋ということで、まあどっちが優れているとは言い難いんですけれども、今回も出玉勝負ということで AT 中の表示上の獲得枚数が多い方が勝ちとなってます。凱旋の方が有利じゃないかって思われるかもしれませんけれども、限られた時間の中での勝負なので、まあ凱旋ね、6とはいえハマってしまうこともありますし、最初に当たりが遠のいて単発でも食らえばこっちにも勝機はあるかなと思いますので、勝てるようにやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ちなみにですね、どちらの台も設定変更後の台を打ってますね。まあ好きな設定で打っていいということでしたので、僕はですね、設定は5にしてます。サラマン2の設定は5にしてます。まあやっぱり AT に入った時に6より5の方が伸びるイメージ、まあやっぱり AT 中はね、結構こう
5に特化した台とは言い過ぎかもしれないですけど、5が一番出せるイメージあるので5を選んでます。でトミーさんの方は設定6ということで、まあね、強烈な5号機ですけど、トミーさんが2400枚以上出さないことを願って、僕はしっかり少ないチャンスを大きく伸ばしていけたらなと思います。オープニングでも申し上げたんですけれども、前回と今回と次回合計3回の対戦で2勝以上した方が勝ちという全3戦のバトルとなってるんですが、前回はトミーさんの勝利なので、今日僕が負けてしまうともうトミーさんの勝利が確定するということですね。で僕が負けた場合はトミーさんが指定するお店でゴッと引くまで帰れませんの生放送ですね。僕が勝った場合は僕が選んだお店でゴッと引くまで帰れませんの生放送プラス、交通費を出していただくということになってますので、まあどっちにしてもゴッと引くまで帰れませんの生放送はするんですけど、交通費を出していただけるだけでもね随分違います。さああとリセット後ということで、まあこれまで打った感じだと特に高設定はですね、設定変更後早めの当たりが見られています、100ゲーム以内の。さあまずは立ち上がり初当たりは先行できるかどうか。さあ62ゲームまで消化してますが全長入ってきましたね。さあまずは最初の番長ボーナスチャンスとなります。でやっぱり直撃もいいんですけど、ボーナスを経由した方が初期枚数を100枚以上持ってスタートできる可能性があるので、まあここはすんなりね番長ボーナス引いて、そしてできれば早めにいただきラッシュを決めて初期枚数もある程度持ってスタートできたらいいなというところですね。さあ対決演出は経由せず、ここはいきなり営業会議というところで、対決演出経由だったら、まあ、どちらが多くの予算を獲得できるかだけでもかなりこう期待度変わってくるんですけど、ここは対決非経由なので、まあ、どちらに発展してもおかしくないというところですね。ただこの状態でも轟の方にまた5億追加されれば熱くなります。このままだと鏡の演出に発展ですね。はい、ちょっと弱いです。さあリセット後まず最初の全長ステージでしたけれども、ここはちょっと厳しそうですね。はい、朝一100ゲーム以内のボーナス補正ありませんでした。どんどん行きましょう。では行きます。今日ちょっとこのスタッフの制服着てるんで気合入ってるつもりなんですけど、なかなかちょっと序盤動きがないです。そういえばちょっと自粛期間中ちょっと筋肉をちょっと作ってまして、どうですか、そんなどうでもいいですか。やっぱパチンコスロットが打ってなくなるとこう筋トレに走るんですね人は。私の場合そうでした。あとはやっぱ家族との時間が増えたんで、すごい有意義に過ごせましたね。はい、なんか暇とかそんな感覚は全くなくて、すごいプラスに捉えてやれましたね。119ゲームまで回してますけど、ここ私服ステージ行きませんね。まずは朝一滞在モードが通常 A という感じでしょうかね。できればね朝一100ゲーム以内のボーナス当選か、なくても B のゾーンでというところを期待してましたけど、はい、おそらく通常 A ですね。200か400かあるいは600か。さあというわけでゲーム数の方は開始200ゲームになります。まだここまで営業会議は100ゲーム手前で入った1回のみ。まあ、この100ゲーム台はねゲーム数での私服ステージ以降なかったので、おそらく滞在モードが通常 A だろうというところで考えたら全長入ってくると思います。はい、ゲーム数での私服ステージです。自分の提案はこいつだ。さあここから営業会議となります。万丈に届く障子をどっちだ。こいつ飛ばす
2回目の延長ステージ当たってくれよ。焦る、なんか朝一のあたりが遠いだけで今日負けたらトミーさんとのバトル負け確なので。はい、とどろきですね、ここは。勝ってくれないかな、発展弱いけど。さあどうだ、いけ。残念でした。ゲーム数では200ゲーム台も当たらず、ちょっと朝一ねゲーム数かかってますね。はい、これでノルマ達成になります。チャンスゾーンが欲しいよ。後期匿名なかったですね、今3つの中に。さあ一発目でチャンスゾーン決めれるか、いけ。はい、残念。おっしゃ、よっしゃー、よかったっす。380。よっしゃ。さあチャンスゾーン行ってくれるか、行かない。さあ今度は通常 A のゾーンでゲーム数の延長ですね。さあしかもここは緊急出張ということで、通常なら鏡の対決演出に轟き登場でチャンスアップです。まあここは営業会議でしょうけどね。さあこの後楽しみな延長ステージになります。ここは当たってくれそうな気がします。まあやっぱり発展は共闘が熱いですよね。まあ次回予告共闘、まあ、あとは逆のパターンですね、予算の少ない方に発展するっていう。鏡に入って5億目が押した、強い。もうこれで10億の発展か共闘しかないので、ここで当たりが来るんじゃないでしょうか。共闘ですね。はい、激アツです。もうどこに発展しても熱いですからね、一番強いやつだ、男丼。434ゲームというところで今日最初の当たりとなります。ちょっと遠かったですね。さあトミーさんも凱旋最初の AT を迎えた直後ですけれども、こちら434ゲームから直撃でした。最初の当たりはいただきラッシュ、番長ボーナスはまだ見れていません。さあ行くぞ、ここからが楽しみですよ。設定後を選んだのはやっぱり AT に入った時に一番出玉に期待が持てる設定だから。バリバリスラッシュに入れて1000枚ぐらいは出したいですね、最初の AT ですけど。そしてねやっぱり番長シリーズの設定後といえば絶頂。なかなかね今作 AT 中に番長ボーナスに当選させるっていうのは難しいですけど、当選させることができれば4分の1で絶頂ラッシュに入りますのでね、番長ボーナスもこの AT 中見たい。まあただ絶頂ラッシュなくとも限界突破できれば1000枚ぐらいの波は十分期待が持てるので、総決算ボーナスも来ますし最初、まあ、やっぱりそこにたどり着けるかどうかですね。さあここから高確率に入っていきます。設定5の実力をここから見せつけてやりたいですね。まだ来ないか、早く入ってくれ。スラッシュ、おお黒ナビスラッシュか。はい、スラッシュ突入です。よし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 、
ここからが本番ですよ、サラバン230ゲームのいただきスラッシュ。さあノルマもこれでたまりましたね。スラッシュ中は1つのハンコベルで4つのハンコが押されます。今ステップアップ演出に行ってますね。おそらく上乗せ、あ、スラッシュの上乗せの可能性もありますね。ゲーム数のせか、あ、枚数のせか、スラッシュのせか、枚数のせでしたね、すいません、キャンセルしてしまった。上乗せです。よしよし、10枚。さあいただきスラッシュはラスト5ゲームです。来ない。30ゲーム間バスバチャレンジゼロ。ここまで。さあラスト30ゲームのみでしたね。スラッシュは上乗せが20枚という結果でした。さあ残り71枚から再びいただきラッシュ。まずはスラッシュに入れること、そして次はスラッシュ中にスラッシュを延命すること、その中でサマイスを乗せること、300枚にたどり着くこと、そこまでいかないといけませんね。うん、決まらないか。どうだ、ない。まだ残り32枚あります。サマイス、これで残り24枚。赤文字乗れ、強チェリー上乗せです。30枚。よしよしよし、残り56枚まで戻しましたね。もらったろう、これはスラッシュでしょう。対決、おー、番長ボーナスチャンス、強チェリーからのボーナスチャンス、設定5ですからね。ボーナス当選なら絶頂、ラッシュの可能性も 25% あります。さあまずは当てたい。あ、緊急出張いいじゃないですか。チャンスアップ欲しいですよね、ここね。さあどうだ、いけいけ、あーダメか。なかなか発展もしないので AT 中はちょっと今のはね悔しい。来い、うーん、ラスト4枚なので次ベルが揃えば AT が終わってしまうというところでした。お願い、あー間に合わないか。ここまで、ここまで。さああとは引き戻しがあるかどうかの3ゲームです。ここ弱フラグでもね 50% あるので何か引ければいいんだが、あー白か。おー、いった、これはセット数持ってましたね。さあ2セット目、よし、いいぞ、これで400枚ぐらいの獲得にはなる。トミーさんどうなんだろうな、最初の AT ちょっと一回トミーさんが最初の AT がどうだったか見に行っていいですか。ちょっとお待ちください。何事もなく。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、さっきAT に入ってたみたいだったのでちょっと焦りましたけどスッと抜けました。1セットですか。はい、あ、お疲れ様でした。スッと頑張ってくださいまあでももう1500ハマったら負けですよ、トミさん。え、だいぶ出てるんですか。あ、もちろんです、もちろんです、もちろんです。番長、あ、番長じゃない、凱旋の1セット分以上は行きます。おお、やばい。いやでもトミさんが2セット行ったら僕また苦しくなりますんで安心しました。ちょっとね、最初調子いいかなと思ったんですけど、ゲーム数、あ、結構回したんですね。あ、そうなんですよ、380ゲーム以上。おー、いい勝負になってると思います。はい、残り1時間半いきます。最初の当たりがトミーさんでしたのでちょっとね、その AT が2セッ
ット以上続いたら厳しいなと思ってまして、今見に行ったら1セットで終わってました。なので最初のあたりは枚数的には僕の方が上ということになります。あっという間に終わってしまう。残り11枚です。うわー、ダメか。2セット目はスラッシュ入れねず。ここはもうレアエク引くしかないだろうな。はい、というわけで最初のいただきラッシュ獲得枚数371枚とちょっと残念な結果でした。限界突破見れず371枚。次の AT を目指していきましょう。おーしゃーしゃーしゃあ、 89% もう大丈夫でしょう。ちなみに獲得枚数、おー、目の前で当てられました。やばいやばい。